左上のお菓子が、花ボール、花ボールは、沖縄県の藤の花を模した焼き菓子の名前。花ボール、花ボール、花ボール、花ボールの表記もある。琉球伝統菓子に挙げられる。ポルトガルから伝来した焼き菓子である、ポルトガル語、ボールに由来し、九州の土産菓子である丸ボールや、京都府のそばボールと同じ語源である。 ボールの記述は1600年代末薩摩藩に見られ、その後福岡藩などの記録にも見ることができる。沖縄にも薩摩藩を経由して伝わったと考えられ、江戸時代まで琉球以外でも花ボールは食されていたが、現在残っているのは沖縄県だけである。一般的に茶受けに出されるものは小型のボールであるが、法事用には大型のものが出される。死後25年。 33年の法事である、大将校用や盆などの供物には、立ち花ボールや合唱する姿の手印ーなどが稀に出される。小麦粉、卵黄、砂糖、膨張剤が原料で繊細な模様を施す。模様は、片面抜きでなくすべてヘラで切り形を整えるという手作りで行われており、菓子であるが一種の工芸品の趣がある。琉球菓子、 荒垣紙貸し店公式ウェブサイト、ありがとうございます。